どうした今急に。真っ裸カーニバル始まったけど。なんで？どういうこと？応援いいやつじゃん。いいやつだった？いいやつっていうかもう戦いたくないよね。なんか夢？外じゃん。二人死んでる。いやおう、ちょっと待って、やめて、やめて。ガチの真っ裸カーニバルじゃん。勝手に追っ始めないで。セーフでいいかこれは。たく世話が焼ける。肌色が多いと不安な気持ちになります。シアトル2日目、夢を見てましたね。まずい、今すぐに二人を連れ出さなきゃ。え、二人を？私何してんだろう。あの子たちはスカーでしょ。え、あの二人を助けに行くってこと？マジで？あの二人が気になるってこと？やることやってんだなって。あの子供たちでしょ。お姉さんの方は何歳か分かんないけど。落ちませんように。子供？やった。あの子たち、年下？応援は置いてきた。だって応援はだってあれでしょ、抜けるんでしょ、あれを。なんだっけ、エリートアウまで続く。今日の夜じゃない、エリートアウの。多分夢に見て嫌な予感したからじゃない。うん、みんなさっき彼氏と別れちゃいました。この放送を見ながら癒されます。癒されたかったらこの放送は見るべきじゃないかもしれないよ。うん、なんか面白い番組とか見て笑うのがいいんじゃないかな。うん、現に今俺が笑ってないでしょ。いや笑った、笑ったよ、俺笑ったよ、笑えた。確かにあのガキだった。まだ生きてはいそう。めっちゃいる。癒され、恥ずべき子供。母親は？生まれつき呪われた子。やめなさいよ、もう。静かに。もう。静かに。もう。みんなが笑った。笑えたよ。笑い方をとうに忘れたと思っていたが。僕はまだ笑えたんですね。これ。限界ね。まさか助けに行くとは思わなかったね。おっきいやつじゃん。こいつナイフいるやつじゃん。ああじゃないよ。
せいせい。やめて。もうなんでなん。やめてー、やーやめて。痛いもん、痛いもん、もう痛いもん、もう痛いもん、そんなん痛いもん、やだやだもん。痛い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 もん、もう痛いもん、そんなん痛いもん、痛いもん、そんなんもう痛いもん。いやー痛いもん、痛い痛いもん。もうなんで来た、どっから。これ大きいの倒す前、これ倒す前でね、大きい人。もう七に迷い込んでしまった。やつをここで、やつをここでやるやん。痛い、ダメだ、痛い、もういやん。痛い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 、こい、えい、て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 い、よし。これだ。強い。痛い。ちょっと待ってくれ。いないぞ。なことはない。何？嘘。今外してたのか今。え、どこ？どこ？いるのか。もう。え、何？ちょっと一撃じゃなかったの？嵐で荒れ狂う海でも、あのお方は必ず私をお導きくださる。これ何？何？何？もうクロスボウの矢は壊れにくく再利用できる。そうなんだ。もう。はあ。しんどかった。みんなに悪いけど、アビーやられると癒されるな。みんななんか別のとこに楽しみ見出してるじゃん、もう。わかるけど、わか、わかるってばよ。工作速度2倍になる。
貯めとくかもうちょい。わかるんかい。スカッとするよね。いやだからそう、いやアビー編になってからさ、ムービー中より静かになったなって自分で思っててさ、本当にエリーとかジョエルとかの会話にはどうにか混ざろうしてたんだけど、俺ひたすらもうまじまじと見てしまうわ。本当にムービー中かつてないほど真剣に見てるわムービーを。おい、死んだと。かつてないほど真剣に俺はムービーを見ているぞ。アビー編の。そう、最初の頃のあれだもんね。ムービー中黙りますって言ってたけど、我慢できずにずっと喋ってたけど、アビー編はすごい我慢できる。我慢というか素直な気持ちで。こっちか。ゲームの内容的にも2周目できそうにないね。そうだね、もう1周でお腹いっぱいだね。俺ちょっと多分2周目はないよね。そうだね、アビー編をスキップできるんだったら2周目まだな。落差がすごいね。落差が2周目もしやるんだったらスキップ機能をちょっと欲しいな。ダメだな、安定性。俺が欲しい能力ないな。やめとこう。大丈夫か。2周目はちょっとしんどいかな。まだいるといいけど。まだいる？でも良くなってなくても離れろって言ってたよね。良くなったんかな。なんだどこだ。あ、普通に越えれんのかい。普通に越えれたわ。嘘でしょ。え、ねえ、まだいるの。死んでる。入ってくるな。私で通じる。ごめん、あの子は。え、助からんかった。あ、生きてる。痛そう。もう感染症起こしてる。腕動かすよ。おいで。どこに連れてくの。いいから。え、どうする気。死なずに済むかも。どこに。あー、ここに連れて行った。オーウェン、オーウェンだって助けてくれる。メルもいるんじゃない。オーウェン、起きて。どうした。スカーか。
医療キット全部持ってきて。アリス、アリス、アリス、弓を下ろして。なんだよこいつ。アリス。でやっちまった。レブ下ろして。お願い。その子たちは命の恩人。手当てしてくれない。平気よ。この子はヤーラ。どうしたの？ハンマーで。私じゃない。寝かせて。ここで？違うか。痛そう。パンパンに腫れてるじゃん。これはどう？感覚ないんじゃない？ある？やら。ダメ。消毒してはめ直そう。骨が砕けてる。え？切るしかない？コンパートメント症候群。どういうこと？それどういうこと？切断しなきゃダメってこと。やっぱり？ヤーラは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。何でもいいから痛みを止めて。お願い。何がいるの？理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある。火もな。切って焼けばいい。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて。病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。2時間で病院に行けるとしたら。え？ウルフの病院でしょ。西にあるやつ。2時間。橋を作ったんだ。高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う。ええ、多分ね。リストちょうだい。待てよ、お前正気か？スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。アビー、アビー。だから死んだって。それで病院。おい、何？お前、それ俺の鍵。ごめん。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。あ、そう。昨夜のことは気づかれてない。別に、そんなことどうでもいい。よくないだろう。開けて。一旦これアビー編終わんねえぞ。終わらないものはないの。後悔するなよ。止まない雨はないわけ。終わらないアビー編もないわけ。いや、わからん。終わらんかもしれん、これ。一生アビー編かもしれん。ごめん。自信がない。自信が持てん。どうしよう、もう。友達もウルフの。そう。メルがいてラッキーだったよ。終わる。シアトル一の外科医だからね。メル。あの、男の人の名前は？オーウェン。メル。オーウェン、アビー。どうやって高い建物に行くの？橋はそこだよ。すぐそこの道を進めばダウンタウン。あの高いビルがあるところね。あんたちゃんと道分かってんの？そうだね。流れが急なところから出発。そこまで行ったら案内するよ。オッケー。
今思えばオーウェン不倫してんじゃん。足使えば急流を越えられんの、ね、全然全部そうだよ、気にしなかったね。しかもたったの数時間で、嘘じゃない。そう、はあ、流れ的に戻ったら二人死んでてだよね。でも二人死んでてだとしたら、ヤーラの死体なかったよね。いやあれかな、ヤーラがいたところ、いやでもどうだろう、あれかな、ヤーラが死んじゃってて埋葬してたからなかったかな。ヤーラどこ、あの建物に行かなきゃ。あそこ、あれね、あれね、必要なものが見つからなかったらどうなるの。まあ応援の持ってるもので手術するしかなくなるね。だけどそれだとまずい。命は死なないよね。医療品が手に入ればきっとうまくいくはず。気をつけて、川に流されちゃうね。あんたは泳げるんだよね。危ない。うん、じっとしてて。何つくらい？ジャンプの仕方を教わっている。このビルのてっぺんまで登ろう。スカイブリッジに来たことあるんでしょ。ある。ここスカーたくさんいるの。わかんない。あっても平気でいられる。昨日は平気だった。あいつらはあんたを追いかけてたし、他のやつらも同じ。アビー編 DLC でよかったと思います。確かに確かにな、そうだね。 DLC だったらあれだもんね、アビー編見たいかどうかをユーザーに委ねれるもんな。それだな、俺が求めてたのそれかもしれんな。確かにな。アビーのことをもっと知りたかったら DLC 買うと見れますよの方が良かったな。問答無用で見せられるもんな。そう、さっきのね、真っ裸カーニバルもエリーがしてたら、おいそれ不倫だぞってめちゃくちゃ介入してただろうな。まあ、正直どうでもよすぎて分かってなかったもんな。あ、そうか、不倫か。コメントで気づいたもんな。あ、そうだ、不倫じゃねえかつって。あの真っ裸カーニバル不倫じゃないかって。確かにな。言われるまで全く気づかなかったわ。その方が納得だね。気をつけて。これ興味なさすぎてくさ、正直な。これアビー編の場合躊躇せず突っ込んでる。そうだね、基本傍観してるもんな。正直こういう移動中の会話とかも全然頭に入ってないしな。とりあえずなんか俺が喋ろうと思ったらなんかちょくちょくなんか遮られんなって思いながら話聞いてるから、うん、ちょくちょく遮ってくんなっていう。ねえ、平気？平気だよ。俺は平気じゃないけどな。本当だってば。俺は平気じゃないですよ。俺にも聞いてほしい。あとはないか。
なんだか寒くなってきたぞ。殺音がすか。そういうことじゃないけどね。高いビルが近づいてきた。そういうことじゃないけども、俺はエリーが気になるわけ。今どうなってんの、エリー。エリーあの後どうなったの？っていうのがずっと気になってるから。そっちだよね。そっちに聞い取られてるの。どのくらい逃げ回ってんの？2日。当てはあったの？とにかく遠くに行こうって。正直さ、だって追われてる本当の理由話してくれないの？なんで追われてるの？もうした。え？頭剃ったからって子供を殺すわけ？禁じられてるし、規則を破ったんだ。何？マジ？盗み食いとか。なんで剃ったの？わかんない。パンク精神？パンクって？あんた規則破るの好きなんでしょ。まあそうかもね。会話がね、エリとトミーがどうなったかね。だから結局あれだもんね、エリー編やってるから結果知ってるもんね。結果あの時に来るわけでしょってね。メルとオーウェンはエリーが殺して、その仇討ちでね、来るわけだから知ってるからね。そんなに裏で何やってたみたいなのはあんまり気にならないよね。アビー恐怖症。お前の女の子へ、ん？お隣の女の子へ。僕らはサムとジェームス302に住んでる。まだここに他にも人がいるなんて知らなかった。僕らは誓って怖い人間なんかじゃない。焼きたてのおやつを置いておくよサム。コーンブレッドありがとう。母があなたたちにウォッカのボトルをあげろって。いいウォッカだといいんだけど、なぜあなたたちはみんなと一緒にバスに乗らなかったの？私の名前はジュリア。母はハイディよ、ジュリア。ところでこのウォッカ見つけたんだ。かなりの上物だぞ。僕たちは仮設住宅の怖い話聞いたから残ることにしたんだ。出てった奴らは互いに盗み合いや殺し合いをしてるんだって。だったらここにいた方がマシだ。何か必要なものがあったら言ってくれ、サム。本当にありがとう。またコーンブレッドの元を探してみるわ。おかげでだいぶ風向きが変わった。母の援助を申し出てくれて嬉しかったわ。猫の手も借りたいくらいだから。これからも物色に出るけど夜には戻る。ノックして、ジュリア。スカーが屋根で料理しているジェームスを見つけて撃ち殺した。二人は殺したが一人には逃げられた。ドアの鍵は開けておくよ。物資は金庫に入ってる。物資、暗証番号は僕たちの部屋番号を入れてから君の部屋番号を入れるんだ。すべて持ってここから逃げてくれ、サム。母を置いてはいけない。ドアにバリケードを築いてやり過ごせるよう祈るわ。あなたの持ち物はまだ金庫に入ってる。私は銃が下手くそだし、あいつらが入ってきたらおとなしく手を挙げるわ、ジュリア。僕たちの部屋番号を入れてから、はい、なんだなんだ。サムって1の名前の使い回し、まあ、サムって名前なんかありそうだもんね。サム、割とポピュラーな。佐藤とかそんな感じなんじゃないの。佐藤、田中、鈴木みたいな感じのポピュラーな名前なんじゃないの。切り替えバットか。とりあえずこの武器でいいか今んとこ。見ながら寝てたけど復活。おはよう。サンキューな。手前、手紙の前のホワイトボードに部屋番号あるからねえ、廊下に出たら見れるんじゃない？暗証番号。まだでーす。6桁ってことは、3桁か？部屋番号。3桁、3桁。203号室みたいな。
お隣さんでしょ。302304。隣ってそういうことだよね。こっちはお向かいさんだもんね。302304でいいか。302304。オッケー。オッケー。よし、いけたー。簡単だったね。ホワイトボードに書いてあったんだっけ？部屋の見取り図、配置？配置図的なの？全然あれだわ。考えてなかった、何も。とりあえず銃の弾作っとこうぜ。よし。サンキュー。生き抜く術。これか？配置図じゃないのかな？わかんねえ。わかんねえ。ほら、なんもわかんねえ。落ちたら死ぬ。なんかのあれかな、作戦を立ててたんじゃない、奇襲作戦みたいな。ワンではハンターがそんなことしちゃってね、あそこにおびき出して車を突っ込ませて襲うみたいな感じの流れがあったよ、ワンでは。いいね。それいつ頃から使ってるの？弓？この弓？ずっと前。いい腕してる。ヤーラの方がうまいよ。でもヤーラね、手切っちゃったら弓も使えないね。怖い怖い。暗くて見えんよ。見えた。バレましたー、バレました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 、オールました。ちょっと待って待って、もう待って、もう待って、そんな待って、テイテイテイ、いい感じ、いい感じになった。わお、なんかいい感じになった。なんかいい感じになった。平気、なんやかんやいい感じだった。何人のセラファイトを殺したの？なんで？なんとなく覚えてない。お前は
今まで食べたパンの枚数を覚えているのか。貴様、覚えているのか。そういうことだ。取るに足らんことなんだよ、私にとっては。子供の遊びに等しいのだよ。赤子の手をひねるように簡単なことなんだよ。例えがパン。このパンはなんだっけ、ジョジョだっけ、なんかの元ネタなんだっけ。ディオ様が言ってたんじゃなかったっけ、ジョジョの奇妙な冒険で。吸血鬼合ってるよね、ディオ様。このディオが言ってたよね。そっから出ればいいのか。これ無視して出れたんじゃないのか、普通に。死んでる。ひどい。殺しが終わった。知らない。そいつもウルフなんじゃない。そうだけど大勢いるし。スカーもそうでしょ。スカーって呼び方やめてよ。わかった。ああ、スカーってそういうことか。スカーって傷の傷って意味だっけ？傷の男って意味だっけ？あれ。セラファイトは、今分かったよ俺。セラファイトっていう集団じゃないですか。でもセラファイトに入るためには顔に傷をつけなきゃいけないんだよね、忠誠を誓うために。だからあれか、ウルフはスカーって呼んでたのか。いやごめん、なんかセラファイトの中にスカーっていう、なんかあのゾンビの中でもランナーとかストーカーとかブローカーとかブローターか、そういう分け方かと思ってたら別称だったんだね。今知りました。セラファイトの別称がスカーだったんだね。ホレスへ。エリンが交換してくれるもの。小麦粉、タバコ、塩、缶詰の果物、歯磨き粉、タンポン、ナプキン、香辛料、クミン、オレガノ、赤唐辛子、ターメリック、シナモンなど。みんな気づいてた？俺分かんなかったわ。見逃さないように目を見開いとけよ。彼女から予備の弾薬をもらっときたいしな。今気づいたわ。なんか舞台の名前かと思ってた。敵の種類かと思ってたよ。セラファイトの中のスカーっていうやつらかと思ってた。あ、気づいてた。アビーサイドの興味のなさが。あ、おやすみなさい。頑張ってクリアするぞ。4倍スコープか。あー、スコープ系いいな。スコープ系つけとこう。スコープはいるって。興味ないもん。みんな素直だな、すごい。よし、寝る、おやすみ。オッケー。ん？どうした、クリちゃん。おはようございます。かわいい。ん？いるよ、これいるよ。すごい眠そうな顔でこっちを見てくるぞ、コルちゃんが。どうしたの？お腹空いたから肉焼いてきた。いいなー、俺もお腹空いたら自動で肉が焼かれて出てくるシステム欲しいわ。あー、俺が口開けたら肉を焼いてフーフーして
下に置いてくれる自動人形欲しいわ。自動装置ないかな。音声認識のやつ欲しいわ。ミディアム、レア、ウェルダン、ないかな。そこまではいいかな。そしたら食いながら放送できる。そのシステムを確立したいわ。俺も違ったね。全く別のシステムだったね。さも同じかのように言ってたけど全然違うものだった。そうすれば両手が塞がれてても肉を食えるな。焼きたての肉をな。しかも焼きたてやぞ。常に注文してから焼いてくれるやつだから。だから回転寿司屋でね、回ってるやつを取るのではなく、わざわざね、注文して持ってきてもらうと。その下に降りたら進む。堕落してしまうね。落ちるところまで落ちてしまう。だがそれでいい。これでいいかな。オッケー。爆弾の出来上がりじゃい。オッケー。回復薬を作って。ないか。こんばんは。もう4時ですか。もう4時なのか。早いね。さっきまで2時だったのに。こっち行ったら進む？いや、まあいいか。行こう行こう。よし。ゲームの感想じゃなくて肉のうまさ、焼き加減の放送になるかもね。うまい。あ、でも今日の放送も7時間、無事7時間超えたわ。最初どうなるかと思ったが、なんとか続けれてますね。いや、でもよかったよかった。続けれてよかった。ちょっと何なの？え？身体能力だって分かってるよね。回り道すればそんなに嫌なら。なんだろう、仲悪いの。さい。嘘でしょ。なんもらし。長時間やね。続けて偉いです。私だったらもう売ってます。ダウンロード版だから。こちとら一生残り続けるから、アカウントに。 このアカウント削除するしない限り今んとこ探索中だね。そう、いや、よかった。でも放送でやれてよかった。本当についてきて。はーい。どんだけ上まで行くの。心配ないって。かなり上。うん。あの放送つけたまま愚痴ってた時が最高にモチベーションゼロだったから。あっ、ここから結構続けれて俺偉いと自分をちょっと褒めてあげたい気分だわ。あの場面最高潮にやる気が出なかったから、なんとかやれてます。もう何、かっこつけ、かっこつけ。見れてないけど。簡単だったよ。だろうね。見れてなかったわ。ぴょんぴょん飛んでた、もしかして。褒めてくれ、みんな。
伝達せよ。長老たちがウルフとの休戦に賛同した。彼らが我らの島に干渉することはなくなり、領土外でセラファイトと相まみえても攻撃を仕掛けてくることはなくなるだろう。この平和を維持するため皆で力を合わせるのだ。我らの目指す道は変わらない。あくまでも目的達成のため別の手段を取るに過ぎるのだから。うん、よし、オッケー。とっても偉いよ、ありがとう。やったね、甘やかされていこう。いやまあでも頑張る動機は一応あるからね。エリーたちのその後が気になると。エリーのこと気になるから俺は頑張る。エリーとトミーが見落としてたのでウルフは上見ないし。どういう意味？どういうこと？どんなにウルフが強くて仲間が必ず抜け道を見つけるんだ。殺されそうになったってのにまだ仲間って言うわけ？仲間なの？撃たれた。クソ、ちょっともう